村観光ツアーインスペイン、イエーイ、どんどんパフパフということで、ちょっと待ちくださいね。こうかな。そうなんですよ。マイクがね、エコーかけるのね、手動なんだよね。はい、ということで続きやっていきましょうか。ね、前回はね、もう超早口の観光ツアーにお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。ということで今回はね、続きましてですね、はい、村の中央地を、皆さん、中央地中央を お伝えしたいというふうに思います。ということでね、本日はですね、皆さんに、まずあの、鶏手羽を食べていただこうというところで、まあ、カラスをね、今からね、調理をしていきたいと思います。ダダ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 。でもう一羽飛んでいく、あれ？もう一羽飛んでいくはずなんですが、その一羽が見当たりませんね。皆さん2羽で足りますか？まあ、2羽を皆さんでシェアしていただけたらなというふうに思います。あ、飛んでった逃げられた。はい。じゃあ、足りない分に関しては、こちらのですね、哺乳類を食べていただこうというところでございますね。まあ、すでに食い散らかされている部分はありますが、まあ、あの、ホルモンは結構なかなか美味しいというところでございますね。ああ、ここで取れますにもやられてますんで、ここのあの、もも肉も無理ということですんで、はい、残念ながら、あの、頭肉というかね、あの、ここら辺の胸肉もね、がっつりと食べていただこうかなというふうに思います。で、こちらがですね、この裏側を今回ね、取っていた、あ、前回か、取っていたというところなんですけれども、まあ、ここはね、思いっきり封鎖されていると、じゃあ、誰が取ったんだというところでね、今からその村人に会っていきたいと思います。で、こちらかつてね、昔はきっと村だった小屋だったっていうところなんですけど、開けてみるとね、ハンドガンということで、あ、もしかしたら漁師があると。で、ここで、ね、確かハンドガンね、あのアシステッドだから8発だったんですけど、通常確か5発しか入ってないところだったと思うんですよね。で、これはなんとですね、あのもののけ姫ね、屋久島からパクってきたというね、あの伝説の樹でございます。はい、樹、うん、木と書いて樹と読みます。はい、というところでね、次に進んでいきましょう。で、これがもののけ姫パート2とくる。これはデータラボッチのね、あの呪いによって倒れてしまったという大変大変貴重なご神木でございます。で、その先に向かっていくところで、なんとですね、こちらいるのは、あの、かの有名な、もののけ姫じゃないですね。はい。なんだったっけ？あ、あれ、あれです。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 忘れちゃった。そう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 。隣のトトロですね。隣のトトロで帰っていくところで、あの、誰かさんが乗っているというところです。で、あそこに人がチラチラといますので、まずはご挨拶がてらに一発ぶち込んでみましょう。おはようございます。おはようございます。元気ですか？俺も元気さ。ということで、くるっと回ってね、いかついところでガーってやってるけど、さあ、敵がどっから、あ、キャッ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 、あー、早速一撃必殺やられちゃいました。あれ、たしで、もう一体がどっかにいるはずなんですが、あれ、もう一人の村人さん？アガラスロン。アガラスロン来ましたね。はい、あー、来ちゃった。あー、やばいのが来たね。やばいの。あー、着地したところで、あー、塩ボーン。あー、着地の衝撃による、こっちの足のが強いよーっていうね、バシッと。あ、まだ生きてる。はい、サクッといっちゃいましょうか。うん。やっぱり人はね、まずね、撃つ、そして蹴る、そして最後に蹴りしばくということでね。はい。で、皆さんお忘れなきよう、ここにね、今私も見つけたんですが、ここの箱を壊すのを忘れないようにしていってくださいね。はい。で、改めてこちらをチラチラと見ていくと、ここもどうやら昔は小屋だったっていうところでございますね。はい。では次進んでいきましょうか。はい。これはまるであれですね、天空の城ラプターのね、あの、なんかロボットがいたじゃないですか。ビビビビビって飛んでいくやつね。あれがなんか変形した形で、後ろになぜか2台のトラックがあると、ふーっていうところですね。で、この先進んでいこうとすると、敵が1人、2人、3人、4人といるところだと思うんですが、今のところはいませんと。で、ここで、ね、皆さんね、初見プレイの方ご注意なんですけど、これで走ってね、100個置いていこうと思ったら、あれ、トラバサミがない。あれ？トラバサミがない。う？アシステッドはどうやらここにトラバサミがない仕様になっているようですね。私、ここのトラバサミで何度やられたことかってことで、ムカつくんで、ここのドクロを壊しておきましょう。なんだかここの村はですね、ドクロをモニュメントにするという風習があるそうなんですが、私はそんなことを認めません。やっぱりあの、ドクロになった。ほら !2 体当たったー、びっくりしたー、あったわ。やっぱり皆さんありますね。クソ、本当にクソだわ。本当にうんこと書いてクソだわ、マジで。やられたわ。シンプルにやられた。でね、ここでね、小屋でね、あの、一人ね、寂しく暮らしている方がいらっしゃるので、まずはやっぱご挨拶がてらこちらから一発、おはようございますって、ね、お届け物でーすって言って、あ、ごめん、ちょっと当たりどころが悪かったみたいですね。はい、じゃあ、あの、ここにあるプッシュをね、パク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 していきましょうと、私のものだ、お返しなさいと。で、ちょっと待って、シンプルにホラーなんだけど、飛んだよ、これ。なんで溶けてくんなら一緒にシューならわかるけど、こっちデータのバッチ、データのバッチ、データのバッチ、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 バッチ。まあ、くるくる回すのはここでいいだろう。だろ？なんか、ことあるごとにこれやっちゃうね。ちなみにロケットランチャーとかあるのかな？さすがにないよね。ないね。仕方ないね。シャキーン。はい、調子乗りました。で、これがですね、かの有名なくる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 回すというね、あの、バイオビレッジに出てきた、なんか回すやつでございます。で、この上に乗っているのが、なんだかよくわからないものですね。多分これで、人の手を潰すんでしょう。でも、このなんかあれだね、馬のあれかもしれないですね。馬の手つい。
で、右からスコップ、ひしゃく、で、しゃもじ、そして、フォーク、で、スプーンでございますね。適当すぎる。はい、で、ここら辺にね、いるね、じゃがいももね、芽がたくさんあるというところなんですね。もう腐りかけているので、絶対皆さん食べないようにしてください。で、この屋根の修理をね、したいなっていうときはね、はい、こちらですね、こちらの台で登っていってください。はい、こちらが 1LDK の、ところでございました。まあ、リビングはあるけど、ダイニングキッチンはないというところですね。はい。じゃあ次進んでいきましょうか。で、この先に行くとですね、なんと皆さんがかのお待ちかねの村中央というところでございますね。はい。で、上をご覧いただくとですね、はい。右からですね、右からこっちか。はいはい。一郎、二郎、三郎、三郎、二号というところですね。はい。でございます。あ、三郎二号ですね。はい。で、この中のね、二郎がちょっと脆いんですよ。なぜかというとね、これオープンセサミにするじゃないですか。ぬーんと開けたところで、なんと二郎がポロンとしてきちゃうんですよ。ほら、二郎。やっぱりね、団子、団子ってね、一番上は長男。一番下は次男。次男じゃない、三男。間に挟まれ、二郎。ジローはしかし、脆いんですが硬かった。あ、もう間違えた。なんかついついリロードする癖でね、ちょっとくるっと回っていきたいです。さあ、これで皆さん、お待ちかねの村中央というところでありますね。で、今から儀式を行おうとしているところなんですが、さあ、その様子をちょっと見てみましょう。あれちょっと見てみま、あれちょっと見て、あ、ちょっと見ることができない。ちょっと見ようと思ったんですが、なぜかスコープが出てくれないので、仕方ありませんから、このまま見てみましょうか。さあ、燃やされ、あ、そうか。スコープがないから、これも見れないんですね。はい。で、このまま、ちょっとどうなるか観察をしていきたいところであるんですけれども、今、あがめ立てますですが、真ん中に吊るされているのが、かの有名なルイージでございます。はい。撃つことができないですね。ルイージは、味方だから撃っちゃダメよ、っていうところで。じゃあ、こっちからね、儀式やってるところのお邪魔をするわけにはいきませんので、こっちの方に進んでいきましょうか。で、ここをね、テク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 と歩いていくと、バーがね、バーしてるんですよ。バーがこちら向いて、バーってやろうとしてるんで、ここをね、しれっと進んでいこうと思います。で、ここバレると儀式の邪魔すんじゃないわよって、うるさいよ、バレたー、バレたからにはもうこっちから行ってやろうじゃねえか。おらららららおらら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 、バレたからにはこっちはもう遠慮しねえぜ。おらおらら、はい、元気に燃えております。元気に燃えております。調べることができませんので、さあこっちに入っていきましょうか。お邪魔しますと思ったら、ばあちゃんとじいちゃんがエッチしてた、ごめんなさいねー、はっちゃいてるーってことで、くるーんと回っていきましょう。はい、ここら辺の観光ツアーをしたいところであるんですけれども、儀式を邪魔されたことによってね、現地の村人が激高しておりますので、私たちが、ここをね、のんびりしているわけにはいきませんので、とにかく走って逃げ回りようというところですね。で、こっちに抜け出ようかなというところに思いますので、まずは皆さん走って逃げろーっていうか、後ろ来てるから、ついてきてるおじさん、来ちゃダメー、エッチスキッチワンタッチ。で、こっちに抜けようと思ったら、なんと目の前からチェーンソーとかがドゥーン。ほら、お兄ちゃん、逃げるわけにはいかないでしょう。私と共に遊びましょうぜって、ジェイソンさん登場でございますね。はい。ちなみにですね、目の前から来たな、はい。タフなキック。こっちから来ると思ってなかったです。僕、こっちじゃなくて、あっちかと思ってたんですよね。さあ、逃げよう。ジェイソンさん登場してるんでね、このジェイソンさんとは、一緒に戦ってられませんので、パリーパリーパリーアオアイバエッソアイバエッソアイバエッソウーラプドーン。はい、まずは片手を吹っ飛ばして、そんなことやってる暇なーい。やばい、そんなことやってたら、さあ、こっちのマシンガントークがね、火を吹いているぜ。まあ、あばんじゃねえわ。さあ、ジェイソンさんどうする？ジェイソンさん、それともフレディ、あれ？ガン言ってる。あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃったね。ガン言ってるけど。あー、ついに。中のバーガーということでね。はい、ここで、ここの地域ではですね、マクドナルドでもなく、キングバーガーでもなくですね、バンガーキングでもなくね、モスでもロッテリアでもなくね、中野バーガーというバーガー屋さんが流行っているそうなので、皆さんそちら、お腹空いたからそろそろ食べに行こうって、みんながミンチになってるけど、ミンチにならなかった僕たちでバンズに挟まれて行っちゃおうぜって、レタスとトマトとオリーブオイルがたまんねえんだよなと、ここの中野バーガーではピクルスを入れる習慣どうやらないというところでございますね。はい。私、ちょっとコーヒーを飲ませていただきます。このトーンでどこまで続けるのかっていうのがね、悩みどころだよね。いや、なんかぶっちゃけ普通のレオンよりもなんかこっちのレオンの方がかっこいいよね。なんかサングラスかけたレオンの方がね。で、帽子かぶってるからよりなんかリアルにかっこいいというか、マフィアになっちゃってるというかね。はい。こっちみんなし。そう、中野バーガーに入るためには会員制なんですよ。鍵がないと入ることができませんので、皆さんね、お金だけ持ってれば買えるわと思ってね、ユーロたんまりとね、買い占めたとしても残念ながら入ることができませんので、そこら辺ご注意ください。はい。会員制の鍵が必要でございます。会員になってかつ鍵を手に入れないと入ることができませんので、そこら辺ご注意が必要になってますので、ご注意くださいませということで。はい、元気にルイージが燃えております。さあ、マリオは一体どうなっているのか。おーっと頭がなくなっているんですね。バイオウェアゼルアリフォー。さあ、続きやってまいりましょうか。
ということで村の観光をしていきましょう。まずはね、今回はね、村中央編ということでございますんで、今回ちょっと儀式を中断させられた村が激高しているという瞬間をお見せしましたので、まずはシンプルにですね、村が一体どうなっているのかというところをやっていきます。こちら HQ、 湖へのルートがなかった。あ、なんか女の子が非常に邪魔してるんですけど、どうだい僕とデートしないか。まあ、ミッションが先でしょ。ストーリーオブマイライフ。ってやってる間にですね、ニワトリがコケッコーってやってるんでね、彼を追いかけてみたいと思います。さあ、卵を産むんだ。しれっと。卵を産まないなら、俺が産んでやるということで、さあ、まずは村のね、こちらの中のバーガーに入っていくところなんですけれども、こちらね、そこ入っていくんではなくて、井戸の中をチェックしたいと思うんですけど、ここまだね、入ることができないですね。ここも会員制になってますんで、会員制なんですけど、実はね、会員制じゃない、失礼しました。他の夜間のみ空いているというところなんで、夜5時以降になったら来ましょう。で、ここのハーブと奥にあるですね、宝石を取るのを忘れないようにしてください。ここの宝石でね、実はなんとね、4つも埋められる宝石があるということで、これどうやってやっていくかというとですね、ここのね、キーアイテムのところをやっていくと、キーアイテムでなんか1個、2個、3個、4個ってあるんですけど、ここにね、いろいろとありますんで、これを1個選んで組み合わせてポンと押すとね、好きな色をね組み合わせられるというところでございます。でちなみに、一緒の色を合わせたというか高いパターンもあれば、別々の色をはめた方が高いよというパターンもいろいろあったりしますんで、まあ、ちょっと試しにやってみましょうか。ピッということでね、赤、青、黄色って、どの花見ても綺麗ぽよっていう感じですね。はい、こうやると、はい、4カラスで 1.6 倍と。じゃあこれを仮にですね、1個のカラーに変えてみましょうと。赤、そしてこっちも赤、そして最後も赤。ストーンということで 1.7 倍ですね。ということでカルテッドボーナス、4カラーにすると 1.6 なんですけど、カルテッドボーナスにすると 1.7 なので、こちらで売ってみる方が高いということですね。まあ、倍率は高いんですけど、まあ、結局ね、ここにあるね、ルビーよりもね、こっちのブルーダイヤモンドやったり、イエローダイヤモンドだったり、サファイアか。サファイアだったり、イエローダイヤモンドだったりの方が高いっていうところがありますんで、まあ、そっちの方がね、トータル的には高いかもしれないけど、倍率を求めるのであれば、今みたいな 1.6 倍というところでやっていただけたらと思います。で、この村なんですけど、さっきから怪奇現象が起こってますね。勝手に何かポーンポコンポコンポコンって動くことがあるんですけれども、先に皆さんドッキリポイント行ってみたいと思います。あ、そうそう、ドッキリポイントですね。で、まずこの松明があるところの横ですね、こちらの高台、こちら原作ですと、まあ、避難所になっております。はい、皆さんが下から怪味がボコ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 投げられるという非常に危険な地域であるんですけれども、ここでハーブを取って、さあ皆さん下から襲いかかってくるがいい、ヒャッハッハッて待ってた、うわーってなるんですね。はい、皆さんびっくりした人は ごめんなさいね、ちゃんとお伝えはしてましたからね。そうなんです。そして二度と登ることができないというね、ここが安全地帯だと思ってね、原作者を何人もの罠にはめてきたというところでございます。はい、で続きまして、まずはこちらですね、こちらに入るとチェーンソーのところがあるんですけれども、そこ一旦無視してですね、私ちょっと皆さんに先にご紹介したいなというポイントがありますので、ここに入っていきたいと思います。そう、普通の一般民家でございますね。でここ一般民家入るとベッドがあって、そして、机があって、そしてですね、こちらにキッチンがあるんですが、ここの棚なんかいかにも怪しいですよね。でーっ、わー、なんでお前いるのって、中のバーが行き損ねちゃったよーということでね、この人襲いかかってくるんですが、まずはご挨拶がてらね、おはようございますって蹴っちゃうと、ここにベッドがあるんですがね、どうやらこの人酔っ払いすぎてね、アルコール中毒になっちゃって、どうやら床で寝るのがお好きなようでございます。はい。で、ここね、ここの中にもいるのかなと思ったら、いないということでね、ここは、この人はどうやら中のバーガー食べたかったんですけど、ここの中で寝ているうちにね、皆さんがチューンって言っちゃったのに気づかないでね、そのまま寝ちゃったというところでございますね。はい、で、ここ、ほう、ほう、あ、気持ちいいということで、はい。で、ちなみにですね、ここにね、まだもう一つ宝があるんですが、現時点で開けることができません。古い鍵、小さな鍵だったかな、持ってこなくちゃいけませんので、クリス・レッドフィールドのバイオの館から持ってきてくださいね、ということを注文しておく必要があるというところでございます。はい。で、続いてですね、こちらですね、こちら、鳥を飼っていた小屋でございます。鳥をここのね、村中央で放牧するためにですね、こちらの中に入れてきたというところです。まあ、もしかしたら夜この中でね、寝かしつけるためにぶち込んでいるかもしれませんので、そこはまた夜観察しに来てみましょう。で、ここを割るとですね、はい、なんと、はい、お金が出てきました。はい、誰かのへそくりなんでしょうが、こんなところにね、大々的に置いてるとね、誰が見ても、どう考えてもバレるというところでございますが、はい、まあ、そのことは気にしないで、中入っていきましょう。ここ、ダダダダダダって入ってね、扉から正面入ってたまるかということで、こっちから観察していると、マジかよ、チェーンソーがブンブン言ってるぜ、ジェイソンさん突入ということでございます。あ、で、私が今一番欲しいものは、はかりでございますね。なぜかというとね、オートミールを毎朝食べてるんですが、オートミール 30g 食べましょうということを、毎朝今決めてやってるんですけれども、残念ながらね、オートミールを測るためのはかりが開かないんで、100均ショップにあるかなと思って、100均ショップ行ってみたらね、意外とないんでございますね。はい、ここでもレッドサーブと思ったら、これはなんとカプサイシンだ。カプサイシンでございますね。はい、誰が唐辛子だって、唐辛子の中に含まれているカプサイシン。あ、そしてここにニンニクがありますね。はい、需要競争を高めるためだったらニンニク丸かじりおすすめでございます。黒ニンニクなんかもいいなっていうふうに言われてますけどね。はい、まあここはどうやらバイオ村元祖、ルーマニアっていうところかもしれないですね。はい、これを見たせいでね、ドミトリスク夫人がキャーっていうかもしれませんので、そこはご注意くださいというところでございます。そしてここになぜかねあるんで、これちょっと打ち落としてみましょうと思ったけど、穴が開くだけで、あ、ちょっと待って、穴開いたけどこれ血が出てないか、痛いよーっていう
まあ、これ多分あの時間差によってね、あのいつかなくなるかなというところでございますね。はい、でこちらを見ていくと、なんだかこれはよくわからない骨の写真でございますね。骨の写真を飾るなんてなかなか陰気な文字でバーンと、はい、倒しておきましょう。はい、これで彼女と骨は別れたということになります。はい、でこちら鼻の絵とですね、これはどこかわからない。お、これはおそらくまた鉄鋼じゃないやつかもしれないですね。で、ここの村ね、この武器があまりにも多すぎます。なんだか侵入者を今にもぶち殺してやるよーっていうようなね、あの、その、この思いがもう目に見えているかのようでございますね。そしてこの上を登っていくとね、あ、ここでね、あれですね、あの、昔かつてね、ここに子供たちがたくさんいる中でね、おじいさんがね、ここに座るんですね、昔昔あるところに、おじいちゃんとおばあちゃんが寝ちゃいました。あー、階段を登りましょう。はい。で、ここね、あの、2周目、3周目とかでね、原作だったらショットガンがかかっているんですが、ショットガンはね、もう一回手に入れてしまうと、残念ながら武器商人の元とか、あるいは、なんだったっけ、なんとかの元の中に入っている状態になってしまいますんで、もうここで手に入れることはできません。残念でしたというところですね。で、これがなんかどこにでもあるんですけど、これあれですね、ソラツナチャームということで、あの、最初に入った第一村人のいる部屋の中にも入ってたところですが、これなんか、そこら辺にありますね。これが一体何を見せるのかっていうのは、僕もあんまりね、あの、ガチャ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 あんま観察はしたくないんで、そのまま行ってしまいましょうということでございます。で、このベッドとね、棚の配置はね、あの、非常に気をつけた方がいいと思います。特にあの、まあ、ヨーロッパだったらそこまで起こることは考えられないかなというふうには思うんですけれども、日本だったらね、ここで寝ています。で、ガタ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 って地震が起こります。で、本がバーン倒れてきます。はい、潰れてさよならというところになりますので、それは皆さんご注意くださいというところでございます。はい、続いてですね、ここをね、あの、大胆にもガラスバリーンと割って出ていきましょう。なぜかというと、ここの屋根の上ですね、誰かが置いたかわからない、ベルベットブルーというね、うん。ベルベットブルーという宝石が仕込まれているというところでございます。はい、そして続いてここの瓦がね、実はこれ日本製なんですよね、なんていう嘘をぶっ込めてみたところで、こっちに入っていこうかなというふうに思うんですけれども、ここはですね、残念ながら、あの、キャッキャイチャイチャウフフキャンキャンのね、あの、女の子を手に入れるか、もしくはですね、あの、ここでね、あの、スナイパーライフルを仕込んで、後ろを振り向いて、あって、あ、確か壁抜けのバグがもう確かできなくなったっていう噂でしたね。はい。どっかで999、あ、卵だ、ちゃんちゃん言ってる。はい。で、ここでどっかでチャラ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 言ってますんで、この中でね、もしかしたらロケットランチをぶっ放したら、何かが落ちた音がしましたね。もしかしたらこれで中に入れるようになっちゃうのか、ぬーんと思ったけど無理でしたね。はい。残念ながら多分この中は缶抜きじゃないと開けれないっていうような、そんな仕組みがあると思います。ドーンと。はい。これととりあえず、あの、中爆発しておきましょうというところですね。入れませんね。はい、残念でした。はい。で、そんなこんなでやってるうちに、ニワトリびっくりしてね、卵をプリンと産んじゃったってことで、なぜか出てきた、バケツがありますが、そんなところとは無視していきましょう。では、続いてこちらですね。村の中央に入ってきたところ、すぐ右を曲がってみるとですね、僕、喋れなくなった。ベラ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 。じゃあ、こっち、まずこっち行きましょう。で、意外とね、ここがね、あの、抜け落ちてるっていうところがあったんですけど、ここね、抜けていくことができるんですよ。で、ここで、背中武器して戦って、バタタ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 タっていけるんですけれども、まあ、万が一チェーンソーに襲われた時なんかに、やばいと思ってこっち行ったらうわーってやられちゃうんで、こっちでピョンと飛ぶこともできますと、ほら見て F 乗り越えるっていうのがあるというところですね。はい。でこっち進んでいくと、まあ、あたかも朽ち果ててしまった、昔誰かが住んでいたという小屋があるんですが、まあ、ここでね、あの、実はあの、夜な夜なね、あの、男性陣がこちらに来てね、あの、スコッチやね、あの、テキーラやジンなんかを飲んでいるというところでございます。ちなみに、スペインなんで多分ワインを飲んでると思われます。ジンやウォッカなんていうのは、おーっとここに犬小屋があった。これはおそらく強敵コルミロスの小屋でございますね。はい、こっちをフリッと振り返ると、あ、向こう振ると、これでね、骨かなと思ったら、あれですね、ここにあの、リードを繋いでおいてね、これ以上できることができないようにと思ったんですけど、多分これあれですね、あっちであの、ホルモンを提供しているワンちゃんの内臓だったらね、内臓もホルモンも一緒だったかもしれないですね。はい。で、こっち向かっていきましょう。続いてこっちに向かっていくと、なぜか牛が倒れて死んでいる。これは俺のせいなのか？いや、そんなことはないですね。はい。あ、誰かがきっと燃やしちゃったということで、はい。牛をバーンと撃ったんですが、そんなことは気にしないでございます。はい。もうすでにあの、朽ち果てた命に対してね。で、これ確か牛がいるんじゃないかなと思われたんですが、ここはなりませんね。で、こんな雑穀を食べさせられる牛。そうか、わかった。こいつ、あいつの死因は食中毒っていうことでございますね。こんなに、しかもね、水も飲ませないでね、ひたすらね、雑穀ばっかりを食わせられてね。この牛ちゃんもかわいそうでございますね。はい。目を見開いたままこっちを向いてガンとなっております。で、ここね、赤ハーブということで、ここで、ここらでちょっとアイテム整理をしようと思います。わー、アイテムがいっぱいありすぎますね。これ、チャーキーンと。で、こっちもチャーキーンということですね。はい。ここら辺のアイテムはいつかね、整理したいなというふうに思うんですけれども、一個ね、これドラム缶が外れてるんですね。はい、知らなかった。はい、どうでもいいですね。はい、そんなことよりもどうでもよくて、もうアイテム欄があまりもう埋まりすぎててやばいっていうところと、あとそれから、もう一個気になるのが、回復アイテムがいっぱいあるんですけど、これね、残念ながらね、救急スプレー以外のね、回復アイテムはね、しまうことができないんですよ。というところが結構問題なんで、とりあえずもう一回ここをお邪魔しますってやってみましょうか。じゃあもう、ここにベッド1個ということで、さっきのおじいちゃんとおばあちゃん、こんな狭いベッドで2人でキャッキャイチャイチャウフフしてるんでしょうかね。多分あの、横じゃなくて、あの、上下に重なって寝てるんじゃないかなというふうに思われますと。はい。で、この家ですね、ここに棚が入ってるんですけれども、残念ながら人はいないけど、あの2人はですね、あの、もう高齢期に差し掛かっているというところなので、そんなにね、ご飯が必要ないということなので、毎晩毎晩あの、骨をしゃぶしゃぶしているという状況でございますと。はい。
じゃあ、白っていきましょうか。で、これは、ランタンですね。これ、ろうそくか、ろうそくですね。ろうそくは、非常に硬かったというところでございます。で、こちらにあるのが、まあ、よくわからない、ブラウザのチャーム。あ、これ、あれですね。赤ジャケットのなんか、かたどったやつでございますね。で、ここ、オープンセサミンすると、さっきのおじいちゃんがここに座ってて、おばあちゃんがこっちのソファーでゲットして、あ、なるほどね。ここのソファーでゲットインしてるということですね。はい。で、ここの、やつはもうすでに、枯れ果てていますので、ここから煙がもく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 ということに出ることはないというところでございます。はい。で、続いて進んでいくと、ここに、やっぱりおじいちゃんはね、グルコサミンとね、シシミエキスを飲んでいるというところでございますね。で、ここで毎日、聖書を読んでいて、聖書じゃないです。なんか、イルミナノス教団の、なんか、教典書を読んでいるんじゃないかなというところでございますね。ところで、これちなみに、パーンってやると、なんともならないというところですね。すり抜けていくということですね。これは実体のない、幻だったようですね。まるでディメンターのようだ。は、後ろのこれが割れていたということでございます。はい。で、これは、用途がないので無視します。じゃあ続いて、こちらやってみきましょうか。はい。いや、村中央だけでもいろいろ紹介するところが多いでございますね。はい。これ皆さん、この可愛口についてこれてますかね。大丈夫ですかね。はい。もっとスピードを落としてよというので、残念、ゴムルということでございます。はい。これはヤギの父が入ってますね。ヤギの父ですね。ヤギ、ここの村では飼ってないんですけど、なぜかヤギ父があって、この中で、チーズを生成しているというところでございます。さあ、そしてグリーンハーブ、そしてドミトレスク夫人、そして、これあれですね、ソシャークってやつですね。違うな、ソシャークじゃなくて、なんだったっけな、あれだ、あれだ、合わせた、ワニワニパニックじゃなくて、もうとりあえずアーロンというふうに覚えておきます。懸賞金2000万でございます。2000万ペセタがあったら、ロケットランチャー無限発をね、10発買えるというところですね。無限発10発ってよくわかんないですね。はい、じゃあ続いてこっち行きましょう。で、こっちテク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 進んでいくとですね、ここに、またね、薪がいっぱいたくさん落ちていて、で、ここでなんかね、わーってモクモクって作ってね、あそこの、ね、なんか、うん、よくわかんない。苔がいっぱい生えてる山に、ここが村だよーってお伝えするというの流れでございます。で、ここになぜかお金があるので拾っておきましょう。400ベリーでございますね。はい、ベリーって言ったらもうワンピースの世界になっちゃう。で、ここで、皆さんですね、ここで、なぜ、うわーやっちまったごめんなさーいナムアビダブツ、ナムアビダブツすり抜ける骨。はい、ナムアビダブツでございますね。あ、何が痛かったことですね、ここになぜかベッドだけあるな。あ、ベッド。なるほど。つまり、ここはウックス小屋でございますね。ウックス小屋でございます。はい。で、ここでオープンセサミということで、ルビーを拾っておきましょう。はい。いや、ここの村ではですね、人骨から出汁を取るという収集があるということを言いたかったんですが、まさかあんなことになると思わなかったですね。これ多分またここの村中央に帰ってくるときに、ね、出汁を取るつもりだったのに、骨がなくなってるということで、村人がぶち切れてこっちを襲ってきそうな予感がするんですけれど、まあ、そんなことがなくてもぶち切れて襲ってくるということは容易に予想がすることができますんで、まあ、このまま進んでいきましょう。ところで、何かこの現段階で取り忘れているアイテムありません。あれ宝の宝飾、あれちょっと待ってくださいね、戻りましょう。なぜか私、どうやら宝を取り忘れているっぽいところがありましたんで、そこまで戻っていきましょう。あれ拾ったつもりだったのに拾えていなかったというところでしょうかね。はい、じゃあここ拾っていき、あれ違うな、あれちょっと待って、どういうこと、どういうこと、拾ってるね。あれさっきあったよね、ここにね、あったのになくなっているという、不可解な現象が起こっております。はい。そんな罠にも、屈折負けずですね、他に卵を産んでくれている鶏ちゃんもいないということなので、さあ、私はこっちに向かってまいりましょう。では、皆さんね、村中央のね、観光ツアーお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、今から向かっているところはですね、はい。オープンセサミーで、今から向かっていくところ、ここ、中央広場というところをこう今日はご紹介させていただきました。で、続いてですね、農場ということところでね、はい、牛さん、豚さん、鶏さんというところと、それからそれを飼育されている、牧場の皆様を次回ご紹介してまいりたいというふうに思いますので、こうご期待いただけたらというふうに思います。はい。ちなみにですね、私のミッションもう一つあってですね、こちらですね、こちらの、39個あるうちの、宝を今のところ2個ゲットしているんですけど、これを全て手に入れるというミッションもございますので、そちらもぜひね、お付き合いいただけたらというふうに思います。というだからこう戻ってきた、来るところにですね、もし、なんか宝石のマークが残っていたとしたら非常にまずいってことだったんですけど、今のところそういうのはない状態だと思われますんで、そのまま向かっていきましょう。はい。ではですね、この進んでいって、この紹介していきたいというふうに思うんですけれども、はい。一旦ですね、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。はい。じゃあ、ここで一旦イルミナス教団のね、非常にね、なんか鬱陶しい、この小屋の中ではあるんですけれども、非常に狭々しいところであるんですけど、私がね、待機するにはこのくらいの場所があれば十分かなというところでございますんで、まあ、このイルミナス教団のね、聖書でも読みながら、聖書って言ったら経典か、経典でも読みながらですね、ここでシコシコとしながら、次回パートを皆さんにお届けできたらというふうに思います。ということで本日もね、観光ツアーお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。明日もですね、観光ツアー続けてまいりたいと思いますので、ぜひごお楽しみください。では本日は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。お疲れ様でした。さよなら。